ニュースなどでクマに襲われた話など見聞きする機会が最近増えているように感じます。他にもイノシシやサルなど人や農作物への被害も後を絶ちません。どうして人里に降りてくる動物が増えたのか気になるところです。こんにちは、ペックです。日本でもクマの被害はよく耳にしますし、最近では都会でイノシシが出たなんてニュースもありました。自然界の中では人間の体は決して大きくありませんよね。普通の人はクマやイノシシに襲われたらひとたまりもありませんが、狩猟する方、いわゆるハンターの方たちは僕たちの想像を絶するサイズの動物を飼っていました。そこで今回は今までに捕獲された巨大な生物について調べてみました。テンポよく15の捕獲された巨大生物をご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。1. 地上最大級巨大コディアックヒグマ。今まで捕獲されたクマの中で最も大きかったのはコディアックヒグマです。体重 751kg で、立ち上がった時の高さはなんと3メートルに達したそうです。後ろ足は 46cm もあったというから驚きです。コディアックヒグマの平均的な体重はオスが270-635kg で、体長は 244cm ですから平均よりかなり大きいですよね。群れのボス的な存在だったのかもしれません。ちなみに種としての世界最大のクマはホッキョクグマですが、平均的な体重は400-600kg、体長は200-250cm だそうです。北極熊の平均より大きなクマに森で出会ってしまったらなんて考えたらゾッとしますよね。 2. 自動車より大きい巨大イノシシ。日本でもイノシシが街中に出てくるニュースを目にすることがありますが、そんな標準サイズでもまあ大きいなと感じることはありますよね。でもロシアで捕獲された巨大イノシシは体重がなんと 535kg もあったそうです。地面から肩までの高さは 1.7 メートルと、もう大人の男性とほぼ同じくらい、これでかすぎですよね。オスのヒグマの平均体重が 250-500kg ですから、クマよりも大きかったということです。日本に生息している一般的なイノシシの場合、体長が 110-170cm、 体重は 80-190kg ですから段違いの大きさです。チェリャビンスク市に住む漁師のピーター・マキシモフさんが巨大イノシシがいるという情報を受け、餌でおびき寄せて捕獲しようと試みましたが、自分の猟銃のみでは倒すことができず、地元のレンジャーたちに協力を依頼、最終的には3人で取り囲み3発の銃弾で仕留めたとのことです。 3. 牛の仲間で最大巨大バイソン。日本では馴染みのない動物ですが、バイソンは牛の仲間で、アメリカやカナダ、メキシコなどで生息する野生の牛です。平均的な体重はオスで304-380cm、 体重は544-907kg です。こちらの画像は捕獲後血液検査とタグ付けをされているバイソンです。その体重は 1360kg もあるそうで、顔の大きさだけで見てもかなりのものです。男性の顔と比較すればその大きさは一目瞭然ですね。 4. シカ科の最大種ヘラジカ。見た目はトナカイに似ていますが、大きさはトナカイの約2倍。ヘラジカを車で引いたら車が大破したなんてエピソードもあるほどです。ちょっと古い記録ですが、捕獲されたヘラジカの中で最も大きかったのは1897年にユーコン川で仕留められたオスで、体高 234cm、 体重は推定で 816kg もあったそうです。1本の角で最も長い角は1997年アラスカで捕獲されたヘラジカのもので 135cm もありました。角だけで小学生の身長くらいあるんですね。 5. ドラゴンのような巨体アナコンダ。ブラジル北東部にあるアルタミラのダム工事現場で発見されたアナコンダ、あまりの大きさに作業員たちはドラゴンのようだとか思ったとか。体長10メートル、体重 400kg、 胴回りの太さは1メートル近くあったそうです。そんな巨大なヘビに巻きつかれたらどんな大型動物でもひとたまりもありませんよね。世界最大級とも見受けられるこちらのアナコンダですが、残念ながら発見された時にすでに息絶えていたことからギネス記録更新とはなりませんでした。ちなみにアナコンダの最長公式記録は9メートルだそうです。 6. ギネスにも認定された巨大ワニ。フィリピンのミンダナオ島で捕獲されたイリエワニのロロン、体長 6.17m、 体重は 1075kg と世界最大、ギネスブックにも登録されてます。イリエワニの平均的なサイズは体長 4m、 体重 450kg なので、それに比べるとかなり大きいですよね。捕獲されたロロンはフィリピンのブナワン地区にあるブナワンエコパーク研究センターで飼育されていましたが、2013年2月に亡くなっています。 7. 悪魔と呼ばれた巨大ワニ。
インドネシアで悪魔と呼ばれた巨大ワニ、50年にわたり地元民を恐怖のどん底に陥れていたワニが捕獲されたそうです。インドネシアに多く生息しているのはイリエワニという種類です。悪魔と呼ばれたそのワニは体長 4.5メートル、重さ 500kg でした。イリエワニの中では飛び抜けて大きいというわけではありませんが、人間と比べたらはるかに大きいですよね。大きさもすごいですが、50年も生きていたというのは本当なのかと気になりますよね。このワニの年齢が50歳であることはバンカブリトゥン自然資源保護庁の検視によって確認されています。それではここからは海の生き物に焦点を当てていきたいと思います。海にも恐ろしく巨大なものがたくさんいました。8、どこかユーモラスな姿の巨大ジンベエザメ。魚の中でも最も大きいことで知られるジンベエザメ、あんなに大きい体なのに主食はプランクトンや海藻類だというのも驚きです。そんなジンベエザメは最大で20メートルにはなるのではと言われていますが、実際に計測された中で最も大きかったのは体長約 18.8 メートルのメスでした。重さは記録されていませんが、推定でも10トン以上はあったと思われます。9、クラーケンのモデル、世界最大のイカ、ダイオウイカ。ダイオウイカは海に住む最大の無脊椎動物です。体長18メートル、体重900キロ近いものが発見されたことがあるそうですが、生きたまま捕獲された例が少なく、まだ謎の部分が多い生き物です。ヨーロッパに伝わる巨大な海の化け物、クラーケンのモデルとも言われています。そんな珍しいダイオウイカですが、日本で生きたまま捕獲されたことがあります。2014年2月、日本海に面する兵庫県の新温泉町で全長約 4.1 メートルの生きたダイオウイカが水揚げされました。素潜り漁をしていた男性漁師が海中で見つけ、森とロープで捕獲し船で運んだそうです。重さは約200キロと推定され、大きさや形状からメスではないかと見られています。10、神秘的な姿が美しくも不気味、リュウグウノツカイ。リュウグウノツカイは世界中の海に広く生息する深海魚です。銀白色と薄い灰色から薄い青色の体と鮮やかな紅色のヒレという神秘的な外見と、滅多に目にすることができないことなどから、日本では浅瀬に現れると天変地異の前触れなどとも言われています。生体で3メートルほどになるようですが、最大では11メートル、体重 272kg という巨大な個体の報告もあります。写真は1996年9月、カリフォルニアのサンディエゴの近くの海岸に流れ着いた7メートルのリュウグウノツカイです。11、食用にもなる、タコの中で最大、ミズダコ。ミズダコはタコ類の中で最大で、オオダコとも呼ばれています。体長は足を広げると3から5メートル、体重は10から50キログラムにもなります。個体での最大記録は体長 9.1メートル、体重272キログラムというのが報告されています。12、日本では馴染み深いタカアシガニ。タカアシガニは日本近海の水深50から600メートルの深海に生息する世界最大のカニです。食用としても販売されているので、見たこともある方は多いのではないでしょうか。公式に記録されている最大のタカアシガニのサイズは、ハサミからハサミまでの長さなんと 3.8メートル、甲羅は40センチ、重さ19キロにもなるそうで、アメリカ自然史博物館の標本として保存されています。13、恐ろしいジョーズのモデル、ホオジロザメ。大きなサメといえば、映画ジョーズのモデルにもなったホオジロザメも外せません。歯をむき出しにした凶悪な姿に恐怖した人も少なくはないでしょう。平均的なホオジロザメの体長は4から4.8メートル、体重680から1100キログラムですが、フィリップ島で捕獲されたホオジロザメは体長 6.2メートル、体重はなんと2306キログラムもあったそうです。水揚げされた時、胃の中にはアザラシが丸々1頭残っていたというから驚きですよね。14、海中を優雅に泳ぐ巨大マンタ。南米ペルー北部で捕獲されたオニイトマキエイもその巨大さで人々を驚かせました。横幅は8メートル、体重は1000キログラムもあり、捕獲の際小型の船は転覆するのではないかと心配になるほど揺れたそうです。オニイトマキエイの平均的なサイズはオスで横幅 3.5 から 5.5 メートルとされています。このオニイトマキエイがいかに大きいかわかりますよね。浜辺でクレーン車に引き上げられた姿を SNS で見た人たちは、当初フェイクニュースではと疑ったほどです。まあこの大きさを見たらそう思いますよね。15、世界中で食べられているロブスター。世界中で食べられているロブスターも巨大化することで知られています。一般的に捕獲されているのは50センチメートル前後のものですが、自然の中ではもっと大きくなるんです。ロブスターの最大記録は1977年2月にカナダのノバスコシアで捕獲されたアメリカンロブスターで、体重は 20kg、 爪の先端から尾の先までの長さは 107センチメートルもあったそうです。ということで、今回は捕獲された巨大生物について見ていきましたが、いかがでしたか。世界中には予想よりはるかに大きな生き物が生息している
ていることが分かったと思います。僕たちの想像を絶する大きさにあと驚かされましたね。まあできるなら一生会わずにいたいものです。世界には他にも大きな生き物がたくさん存在しています。それらはまたの機会にご紹介したいと思います。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。あと最近アニメ専門チャンネルを作ったので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた。次に見てほしい動画は、これ。